人少なくていいね。羽ペンありがとう。皆さん匿名さんありがとうございます。風情風情。あーちょっと心が癒されるわ、奈良の風情で。この辺何にもない。え、何これ、これ何、何だろうねこれ。あ、いっぱいお店が集まってる、あれなんだ、路地みたいな。羽弁ありがとうございます。風情、奈良もいいもんだな、たまに来ると。羽ペンありがとうございます。極上生パスタ。え、どこ、ここがうまいの、やってないよ。ない。戻ろうか。なんかこの音楽がいいね。なんか奈良をなんかジブリみたいな音楽流れてるね。え？羽ペンありがとうございます。準備中。このノフタンショパン、あ、ジブリじゃないんだ。ジブリかと思った。ジブリかと思った。美術館、いや入れないでしょ、美術館。撮影できないよ。羽ペンありがとうございます。撮影できるとこじゃないと。鹿はちょっとこの後行く。とりあえず今クレープを食べる。羽ペンありがとう。ヒーローさんありがとうございます。いや今日は、いや今日は言っとくけど格安レートって書いてないでしょ、みんなうるさいから。今日は激安レートって書いてない。あ、ちょっと何これ、今奈良ですね、奈良駅の近く。皆さん、羽ペンとふわっちどう思いましょう。ちょっと何これ撮ってよ、え撮ってよ。はい、スペシャルタイムですね。やるっすけど、奥さん。羽根ペンありがとうございます。みんな、ふわっち動画もね、お願いします。柿の葉寿司食べたい。柿有名のやっぱ奈良って。そういうわけじゃない。柿じゃん。あ、その柿じゃない。その柿じゃない。あ、その牡蠣じゃない。サバのやつしかない。個人的なサバのお寿司知らない。しめサバ。しめサバ知らない。今から鹿に会いに行く。寿司に牡蠣乗ってたらいい。ちょっとこれ食べますか。柿クレープ、うまそうじゃない。柿クレープ、ちょっと行ってみようか。食後のデザートで放送許可取れるか。あれ食うとこ外で食っていいかな。
すいません、これってここで食ってもいいんですか？あ、どうぞ。じゃあちょっと持ってて。カキクレープがいい？ハンネペンありがとう。はい、ここで入れる。ハンネペンありがとうございます。今からちょっと食後のあのデザート食べる。ハネペンありがとうございます。スケロクちゃんはカキクレープ、俺はイチゴフロマージュ頼む。なんでカキじゃないの？え、いや違うの頼む方がいいじゃん、構造的に。何言ってる？いや、カキ、いや、カキ違う方がいいじゃん。え、いや、カキ、いや違う、だってカキが食いたいんでしょ。なんでカキじゃない？いや違う、だからカキで、カ、いや違うの頼んだ方がいいじゃん。だって同じの頼んじゃん、あれじゃん、うん、同じの頼んじゃん。え、いちご、ちょっと待って、キャンセルできる？ちょっと待って、もういい、ちょっと待って、カキに変更できないかな。大丈夫ですよ。あ、本当ですか？いや、おいしい。じゃあ、いちごフロマージュを、はい、カキフロマージュ。そう、はい、すいません、はい、いや声が聞こえてたよ、うん、すいません、クレーマーみたい、うん、いちご食べたかったの？いやここはやっぱ牡蠣でしょ。ここは牡蠣でしょ、そりゃ。いちごだって、いちごだってどこでもあるじゃん。いや、変更できました、あの優しい店員さんに。俺の声がバカでかいから聞こえてたの、うん、俺の声がバカでかくて聞こえてました、はい、すごい嫌な客です。みんなハネペンお願いします。ハネペン、ハネペン、あ、中で食ってもいいんじゃない？ダメ？でも映っちゃうか、後ろ。でも中で食いたいな。いいかな。あ、すいません。あ、すいません。まあ、ここの方がいいか。ハネペンありがとうございます。牡蠣のクレープと牡蠣のフロマージュ。フロマージュはなんかチーズが入ってるらしい。ハネペンありがとうございます。よかったね、よかった。優しいお店ですよ、これ。みんなも来てください、奈良の人。ハネペンありがとうございます。優しい店だね。時期ではない。まあ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 。牡蠣のクレープって珍しいじゃん。うん、いちごはさ、どこでもあるけど。寒いな、寒いな。楽しいです。あ、いい匂いしてきた。甘い匂いが。甘いクレープの匂いが。あ、ありがとう、ハンバーガー。姉ちゃんさん、ありがとう。安全な位置が。いや、安全なんじゃなくて、違うの頼んだ方がいいかなと思って。カキ頼んだから、俺、イチゴの方がいいかなと思ったんだけど、まあ、確かにイチゴはどこでも食えるな。いちご見せてもな、みんな、まあいちごのクレープだろうって思うだろうし、味想像できるし。ハネペンありがとうございます。ハネペンお願いします。ふわちドアもちょっとお願いします。皆さん
楽しんでますか、うん、あー、どうもナイスありがとう、あーすいません、ありがとうございます、助かります、ナイス、柴さんナイス、ちょっと倍が出ないよ、倍が出ない、倍が出ないですね、羽ペンありがとう、ちょっと待ってみんな、あれしないとバッテリーがやべえな、低電力モードにしないと、低電力モード、ムニョさんありがとう、羽ペン10倍ありがとうございます、寒いな、中寒いな、絶対今日暑いと思って俺何も着てこなかったんだけど、寒いな、どうですか今日のファッション、うん、カービィの星もカービィの、トレーナー、後ろもカービィ、見えない、後ろもカービィ、なんとスケロクちゃんもこれ見えないんですけど本当はカービィなんです、ほらペアルック、ちょっと何カービィがね、ペアルック、あ、ありがとう銀座さんナイス、ペーさん風なのはわざと、いやペーさんじゃないです、林家ペーとか言うじゃん、知らない、ピンクだから、ピンク似合ってます俺、似合ってる、まあ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 ピンク似合う男性はすごいんだ、こちらがカキクレープ、上だけ取っていただけますか、ああああで、これがフロマージュチーズ、中にもチーズあるんですけど、はい、今スプーンをお持ちしますね、このチーズとジャム一緒に食べると美味しいので、あらら、試してみてください、やばくないですかこれ、うまそう、めっちゃうまそうじゃない、やばい、うまそう、最初からスプーンをお持ちしておきますね、あ、スプーンを渡しますね、はい、ごゆっくりどうぞ、うまそうだな、これめっちゃうまそう、見てこれ、柿クレープフロマージュ、じゃあいただきます、うん、わーん、わーん、甘い、甘いね、牡蠣が甘いね、クレープの生地はふわふわしてる、サクサクタイプというかふわふわタイプ、うん、うまい、うん、牡蠣好きにはたまらないね、フロマージュの方は甘い中にチーズが入ってるから甘すぎず、チーズで中和されてます、わあ、どう、おいしい、おいしい、おいしいって、いや俺牡蠣好きなんですよ昔から、実は本当に、本当に、うん、果物で一番二番目に好き、牡蠣、本当に一番は桃、うん、牡蠣がでっかい、
五個ありがとうございます。特別ありがとう。倍がでかい。ありがとうございます。デザートは別腹だから。これ柿クレープ。柿クレープフェオバージョン。クレープとか久しぶり食った。もちもちすごい。生地がもちもち。うまい。あ、もう食べた。早いね。こんにちは。食べ方汚い。え？ちょっと待って、なんでそんな食べ方になるの？ちょっと待って。600円。あ、クヨコさんありがとう。ゴミ捨てた？あっちに。600円これ。ごちそうさまでした。いやー、美味しかったね。美味しかった。うん、美味しかったっすよ。あの甘いけど、その俺のは中にチーズが入ってたからちょうどよかった。みんな来てね。なんて名前だこれ、なんて名前ここ、読めないけど、ディアライン、ディアラインってところ、皆さん来てください。いい値段。あ、お腹いっぱい。もう食えないよ。ありがとうふわっちドア。彼女さん優しいねって。うん、優しい。こんなにベタってついてたかびっくりしたよ。え？鼻についてた？あー、お腹いっぱい。さあ、いよいよ行きますか。